体脂肪をつけるのが怖いから栄養を妥協してスカスカな筋トレをしてスカスカな体になる。終わりですね。大胸筋が歩いてる。バズーカ岡田です。今回は前回の続き、有酸素運動に対するお話をしていきたいと思います。この時期ね、夏が近くなってきて、だんだん暑くなってきましたよね。肌の露出も増えてきましたし、夏に海に行く、プールに行くということで、絞りの需要が増える筋肉繁忙期だとというふうに私は日頃から言ってます。春ぐらいに取ったアンケートでは9割ぐらいの人がダイエットしたいとか必要じゃないかなというような、好意的に考えている方がいらっしゃるというデータが取れました。9割ですよ。1億2000万人のうち9割がダイエットしたらどうなりますか。もう1億人規模の人がダイエットするわけですよ。半端じゃないですよね。何トンの体脂肪がまた今年消えるのかと考えるとやばいですね。ということで、ちょっと話取れました。絞りが大事な季節になってきましたよね。で、有酸素運動に対して、ネガティブに考える必要ないよというのを前回の動画で説明しました。じゃあ今回は有酸素運動のメリットについてもっと深掘りしていきたいなというふうに思います。この絞りの時期というのは体脂肪を皆さんしたいわけですよ。体脂肪を減らすってことですね。そしていい体を作るためには筋肥大が必要なんですよ。筋肥大というとなんか皆さん誤解されることが多いんですよね。無駄に大きくなるとかですね、ものすごく大きくなるみたいなイメージを抱くんですけど、筋肥大というのはもうこれ生理学的に使う言葉で、筋肉が大きくなると、これはすごく大きくなるっていうような長期的な変化もありますし、1ヶ月2ヶ月単位でわずかに大きくなるというような、短期的な少量の変化も含めて筋肥大というんで、ネガティブに思う必要はないですね。マッスルハイパートロフィーというふうに言います。で、筋肥大をしながら女子肪をしないといい体にならないし健康にならないんですよ。筋トレせずに女子肪だけするというのはなかなか難しくて、一緒に筋肉も落ちてしまって、結果筋肉が作り出すボディラインが出ない、そして筋肉がないことによって活動性が下がって不健康になるっていうことがあるんですよ。だから絶食系のダイエットっていうのは基本的には筋肉が残らない、減ってしまうダイエットになるんで良くないんですね。代謝も下がって食べれなくなります。ということで、特にこのチャンネル見ている人は筋肥大、筋トレをしながら美しいボディラインを表現するためにね、女子肪をするということを考えますよね。この2つのせめぎ合いになるんですよ。1日の中で女子肪をする時間帯と筋肥大をする時間帯に分けないといけないと。これ簡単に言うと筋トレの時間ですよね。で、これは筋トレ以外の時間帯で女子肪を叶えていくというのが簡単な分け方になります。筋肥大をする筋トレに女子肪の効果を求めない方がいいです。というのは、筋肉を進化させるためには一生懸命やるというのが一番早く結果が出ることなんですね。ということで、中途半端な状態で筋トレをしない方がいい。例えば体に栄養が少ない状態で筋トレをすれば、体そのものを燃やす必要が出てきますから、筋トレによって体脂肪が減るかもしれない、減る量が増えるかもしれない。ただ一方、お腹が空いて自分の体を分解しなければいけないような飢餓の状態で本当にハードな結果が出る筋トレができるのかと考えると難しいですよね。ということで、筋肥大を目指す筋トレの間というのはしっかりと栄養を取りましょうと。栄養満点な状態で 100% の筋トレをすると。 100% の筋トレを実現できるように栄養を取るわけですね。これがとても大事になります。ということで、筋トレ時間に栄養が足りないというのはいい筋トレができない、そして結果筋肉がつかないことになるんですよね。ということは、絞った後に筋肉の美しいボディラインが出ない、あるいは健康になってない可能性があるということなんですよ。なので筋トレ中には栄養をとって 100% の筋トレをするっていうのが大事になるんです。なので、その他の時間帯で体脂肪を削りましょうっていうになるわけですね。で、筋トレを 100% の栄養で 100% やりきるためには、もしかしたら栄養をですね 110% 摂取してしまうかもしれないと。栄養を 110% 取ったとしても、筋トレ自体が 100% であれば、簡単に言えばですよ、この 10% の栄養が余るじゃないですか。これが体脂肪になる可能性があるわけですよ。だから女子肪の効果を減じる可能性が出てくるんですよね。ここが難しいんですよ。私たちの目的は体脂肪を取ってかっこいいボディラインを表現することだと考えると、筋肉を残す、あるいは筋肉を増やす筋肥大、あるいは最低でも残さないといけないわけです。そのためには栄養の摂取をしっかり行って 100% の筋トレをしなければならない。でも 100% の栄養ってわからないから、ちょっと多めに取ってしまうことがある。そうすると 100% の筋トレは担保される。一方、 10% 余った分は体脂肪に流れて女子肪の効果を減じる可能性があるというリスクが出てくるわけです。これを怖いから 90% の栄養にしようと、
いうふうにすると 90% の筋トレになるわけですね。体脂肪をつけるのが怖いから栄養を妥協してスカスカな筋トレをしてスカスカな体になる。最終的に出来上がるのは鶏ガラですよ。終わりですね。ということで、少し多めに栄養をとって筋トレ頑張って 100% やりましょうと。で、その余った部分、これを有酸素で削るんですよね。これがとても大事だと思います。ちょっとまとめますよ。難しいですからね。100点の筋トレをするために 100% の栄養を取りたい。しかしながら少なくなるよりは多めの方が筋トレの100点は担保される。 110% の栄養を取ると 10% が体脂肪になる。女子肪の進みを遅くするであれば、この 10% の栄養は有酸素で削ってしまえということなんですよ。私はこういう考え方で、仕上げたこともあります。たくさん食べてとにかくハードに、増量期以上にハードに筋トレをするといったことを課してですね、多めに栄養を取る。不安ですよ。でもそれを有酸素でしっかり削るんですよ。まあ、こんな形を、取ればですね、我々の最終目的である筋肉のラインを残して、そして体脂肪を取ってそれを表現するということが叶うわけですよ。これがいわゆる食べて絞るの状態でもあるわけですよね。カロリー摂取の摂取と消費のバランスをうまくコントロールすることになるわけですよ。これが例えば消費カロリーですね。で、摂取カロリーを例えばこの状態にすると、でこの差分で絞れますよね。で、筋トレを 110% やるということは消費が増えるんですよね。でその分 110% の栄養を取ってますから、この幅は変わらないですよね。しかしながらこのベースが高いところありますよね。これはすなわち摂取カロリーを増やしていることになると。その増えた部分を有酸素で削り取れば、女子肪を減じることなくいい体になっていくということなんですね。まあ、こんな感じで有酸素運動を取り入れてもらえれば、我々の本質的な目的である美しい筋肉のラインを表現するといったことが可能になると思います。一個の取り入れ方としては、筋トレの質をしっかりと保つ、そのために有酸素運動で余剰の栄養素を削る、といった考え方が大切であると私は思っていますし、私もそれで結果を出したことがありますので、ぜひ参考にしてもらえればと思います。こういった考え方はこちらのね、最高の女子防食にも書いてますし、7月3日に、開催するプロパーソナルトレーナーボディメイク検定の教本にも書いてますので、ぜひチャンネル概要欄をチェックしてみてください。そしてね、耳からも筋肉の情報を入れたい人は、ボイシーチャンネルぜひ登録して聞いてもらえればと思います。ということで、この動画のまとめです。夏までに女子肪を加速していい体を作りたければ、逆説的に有酸素運動で筋トレの効果を高めろ。以上。この動画が良いと思ってくれた方はチャンネル登録と高評価をお願いします。この間もですね、私の動画を見て、20キロ絞れたという方に出会いました。私も地球上から何トンの体脂肪を、消滅させたのか、そして何トンの骨格筋を増大させたのか、大変気になるところです。